プロジェクトミルキーホームズ探偵オペラミルキーホームズ探偵オペラミルキーホームズは日本のテレビアニメ同名のゲームを原作として JC スタッフにより制作された2010年に第1期2012年に第2期2013年に第3期2015年に第4期が放送された2012年8月と12月に放送された短編テレビアニメ2作品については 探偵オペラミルキーホームズオルターナティブ 1&2 を参照。2010年10月から12月まで東京 MX 毎日放送、中部日本放送他全国8局ネットでの放送やニコニコ動画及び日本国外向けにクランチャイロルにての配信が行われた。2011年8月には新作特番として 探偵オペラミルキーホームズサマースペシャルが放送された。2012年1月から3月までテレビアニメ第2期が探偵オペラミルキーホームズ第2幕のタイトルで放送された。第2期の放送に合わせて独立ドメインとしてアニメ専用のウェブサイトが開設された。また放送局については第1期を放送していたテレビ北海道。 テレダマ、千葉テレビは本作を放映しないのに対し、第一期を放送していなかった北陸放送、BS 日テレが本作を放送することになった。2011年12月31日20時から22時30分に、東京 MX で放送された、特番、大晦日だよ。探偵オペラミルキーホームズの番組中に第一話の、先行放送が本放送に先駆けて行われた。 なお、世界初公開自体は、同日に秋葉原オックスにて開催された、先行上映会である。2013年7月から9月まで、テレビアニメ第3期が、二人は、ミルキーホームズのタイトルで放送された。実写バラエティコーナー、ミルキー情報局と、アニメ本編の二部構成となる。2015年1月から3月まで、テレビアニメ第4期が、探偵歌劇、 ミルキー・ホームズ TD のタイトルで放送された。2016年2月から劇場版探偵オペラミルキー・ホームズ逆襲のミルキー・ホームズがポニーキャニオンとブシロードミュージックの配給で公開された。興行収入は4700万円。同年12月31日に探偵オペラミルキー・ホームズファンファンパーリーナイトケント・ジャネットの贈り物が放送された。 2017年12月31日に、大晦日だよ。ミルキー・ホームズ2017内で、アルセーヌカレーなる欲望を放送。2018年12月31日には、大晦日だよ。ミルキー・ホームズ2018内で、探偵オペラミルキー・ホームズ最古の挨拶が放送され、カードファイト、バンガードの主人公、先導愛知が、ゲスト出演した。 架空の怪盗や探偵がトイズと呼ばれる特殊能力を使って活躍する近未来の世界、サダと横浜を舞台に将来探偵になることを目指す4人の少女、ミルキー・ホームズを中心にしたものとなっている。ナレーションはスワベ・ジュンイチが担当。原作であるゲームの設定を踏襲しつつ、ストーリーはアクシデントでトイズを使えなくなってしまったミルキー・ホームズたちが悪戦苦闘する。 というアニメ独自の展開になっている。統括プロデューサーの中村信之によれば、原則として、時系列的には、ゲーム版の後日として位置づけられている。ただ、学院内の建物やキャラの性格など一部に差異がある、ことから、中村は、ゲーム版を原作とした、ハンパラレルワールドとも説明している。口述にもあるが、パロディネタを含んでおり、推理小説だけでなく、それいけ、 アンパンマン、ルパン三世、ギャラクシーエンジェルシリーズのネタも存在する。声優陣はゲームとのキャラクターの違和感をほぼ全員漏らしているが、制作陣は根本的な要素を変えているつもりはないとのこと。また、美少女が主人公のアニメであるが、本作ではいわゆるお色気シーンについては、抑制的に描かれている。それについて、統括プロデューサーの中村信幸は、 エロくしてはいけませんと語るとともに、仮にそのようなシーンがあったとしても、本作の場合は、あくまで健康的に、かつギャグで脱がせなければいけませんとの前提条件付きで、あることを明かしている。第2期では、第1期より、さらなるパワーアップを図るため、時にナンセンス、シュールの領域に近い一般人にはややハードルの高い、濃い目のギャグが多くなっている。 ともすればそのテイストに隠れがちではあるが、第2期のメインテーマについては、統括プロデューサーの中村信幸曰く、探偵というものを改めて見つめ直すのが、第2期の物語の軸だと語っており、2010年に放送された第1期の内容との再化を目指した。登場人物らが目指している、探偵という職業について掘り下げ、その職業の意味を問い直す点が、主題の一つとなっている。 また、第1期では探偵チームにスポットが当たる場面が多かったが、第2期では探偵以外のチームにも注目するよう訴えている。特に、第1期では探偵チーム、あるいは回答チームがメインとなる回が多かったことから、第2期では警察チームの出演シーンを増加させるとの方針が打ち出されており、中村は特に警察チームのリーダーだけでなく、 メンバー全員の活躍の機会を増やすと明言し、執務時間内だけでなくプライベートの時間帯の様子も描くとしている。パロディサブタイトルは有名なミステリー小説のタイトルをもじったもので、元となったものはサブタイトルコールにフェードアウトする形で示されている。また、その他にもギャグやパロディが多数盛り込まれている。ミステリー小説だけでなく、明るい農村、人間の証明、 酔いと負けの歌など、往年の著名な作品からのパロディも多い。また、ミステリー小説をはじめとする多数のパロディが織り込まれていたため、登場人物のセリフ一つをとってもパロディが盛り込まれている場合があり、脚本に準拠した演技が求められたことから、声優によるアドリブも禁止されることが多かった。しかし、第2期では、トゥエンティ役を演じる、岸尾大輔に対し、 アドリブが解禁されている。アンリエット役の明坂里美は前作と本作を対比させつつ、今まで20はアドリブ禁止だったのですが、最近はアドリブを言ってもそのまま OK になったと語っている。ミステリーのパロディが多数盛り込まれていることから、第2期の放送に際し、ミステリー小説専門誌、早川ミステリーマガジンが特集を掲載した。 1> 第1期放送時にも同志は関連する記事を掲載しているが、草加三蔵によるレビューに留まっていた。しかし、今回はアニメに参加する、里見哲郎を中立ちとして、制作時にインタビューを行ったり、シャーロキアンとしての見地に基づく北原直彦の分析を掲載したり、ミルキーホームズが登場する足部たくの短編小説を掲載したりと、およそ60ページにわたって、 ミルキー・ホームズの系譜と題した特集を掲載した。ミルキー・ホームズ4人の後輩の、時はカズミと両神はアリスが新たな主人公として登場し、新チーム、フェザーッズを組んだカズミとアリスの前に、新たな敵が登場するという構成のもと、今季以前のテレビアニメと原作の世界観を引き継いだ、続編として制作されているため、前作までとは、キャラクターの等身が異なっている上に、 作風はギャグが抑えられ、シリアス要素が増している。また、サブタイトルもミステリー小説をもじったものではなくなっている。今期以降、東京 MX が制作委員会に参加している。今期より、ミルキーホームズプロジェクトがセカンドステージに突入したことを受け、アニメもミルキーホームズを再構築するという裏テーマのもと、探偵や怪盗ではなく、アイドルである新キャラクター。 天城祭り音を通し、ミルキーホームズの4人を初心に帰って楽しく描こうという構想になっている。時系列的には第1期第3期の後ということになっているが、第1話ではミルキーホームズの4人がトイズをなくしたり野菜を耕したことなんかあるわけないと冗談めかして語るシーンもあるため、つながりについては曖昧にされている。この他、 第3期から登場したフェザーズの二人も登場するが、戦術したテーマにのっとり、第3期とは異なるコミカルな役回りになっている。また、第1期、第2期で見られた他作品のパロディも、再び盛り込まれるようになっている。第5話は、2015年1月31日に、東京 MX 捕獲学局で放送予定だったが、アイスセルによる、 日本人拘束事件に対する配慮として第1話の再放送に差し替えられた。ATX でも放送休止となり、番組編成調整として、アニメソング PV 番組、プロモ X に差し替えられている。今後の第5話のテレビ放送については決まり次第、発表予定とされていたが、同年2月21日より放送された。これにより、第8話以降は一周繰り下げとなり、 地上波での最終回は、同年3月28日に放送された。また、ATX についても、2月24日を、初回放送として中止していた第5話を第7話の、次枠で放送する処置が取られた。なお、インターネット配信においてはニコニコ生放送、ニコニコチャンネルバンダイチャンネルのみで実施しており、BD、DVD への収録を変更する予定はない。また、 地上波、BS 比、テレ ATX との番組編成の調整により、ニコニコチャンネルにおける第8話の配信は2月25日から3月4日へ延期された。北に孔明が制作葬式を務めている点、ゲーム版がシリアス、恋愛中心に対しアニメ版がギャグコメディ中心となる点、参加している声優などから、 ギャラクシーエンジェルシリーズとの類似性や関連性も指摘される。しかし、中村によると、北に孔明や里見哲郎を除けば、ギャラクシーエンジェルシリーズのスタッフと顔を合わせたことは、ほとんどないという。中村は、シリーズ構成の筆やスカズ、雪が、全体の方向性を早期に決定したため、みんなが、ネタや、面白さに集中論にできましたと解雇するとともに、里見や、 筆、安をはじめ、森本浩二、森脇誠、池畑隆史、松倉雄二、赤田川ひとしらと議論を重ねたことを明らかにしている。アニメーション制作は、第1期が JC スタッフ単独であったのに対し、サマースペシャルからは、JC スタッフとアニメーションスタジオアートランドの2社共同に変更された。また、第1期の美術監督であった、 小林七郎の引退に伴い、SS では、水谷俊春、第2期では、久保智隆が就任した。プロップデザインについても、藤家義弘や宮川智子が離れ、代わりに、尾関正が担当している。なお、第1期の背景美術を一手に引き受けていた、小林プロダクションは、放送終了直後の2011年2月に、解散してしまったため、 別のアニメスタジオが担当することになった。同様に、第2期の音楽は、エンジェルノートの井ノ原悟氏が新たに担当することになった。制作体制が一新されることとなったが、統括プロデューサーの中村信幸は新体制下での制作の様子について、スタッフ一同ノリノリといったテンションで、制作させてもらっていますと述べるとともに、制作の基本姿勢として、 基本的なコンセプトを重視する考えを打ち出している。また、第1期と変わらず、第2期でも共通する点について、中村は、キャラクターを大事にして、どうフィルムを作っていくか、ということにこだわって、ずっと作っていると語っている。また、第2期の作品としての品質について、中村は、期待を裏切らない、安心のクオリティだと自負するとともに、第1期のファンに対しても、 相変わらずひどいなとファンの皆さんに喜んでいただける内容だと語っている。第3期以降は東京 MX が制作委員会に参加している。第3期、第4期 FFPN では西安歌が提供イラストを担当。ミルキー情報局ギャラクシーエンジェルシリーズとの比較は随所で語られており、タイプムーンのスタッフで小説家のナスキノコは ギャラクシーエンジェルの神回の時のクオリティとか、それらが25分ぶっ続けで再生される、ダメ人間にとってご褒美のようなアニメと評した上で、とりあえずが好きの方、3話と4話は必見と結んでいる。加えて、ナスは、周囲の人間にも本作を視聴するよう勧めており、ニトロプラスのシナリオライターである、ウロブチゲンラは、それがきっかけで視聴し始めたという。また、 本作と、ギャラクシーエンジェルシリーズの双方に参加した里見は、かつて欲望のままに、ギャラクシーエンジェルを作ったわしが言うのだから間違いない。ミルキー・ホームズはガチ。もっと言うと3話以降はマジキチだと語っている。推理小説専門誌の、早川ミステリマガジンでは、ミステリネタ満載のコメディアニメだということで、ミステリー研究家の草加三蔵による本作のレビューを掲載した。 草川、は日本のアニメや特撮におけるミステリーのパロディの先行事例として登場人物名にパロディを含む特装戦隊デカレンジャーサブタイトルにパロディを含むザソウルテイカー魂狩りの二つを挙げているそれらと対比しつつ草川本作におけるパロディの例を列挙しテレビアニメでここまで徹底したミステリーのパロディは史上初だろうと指摘しているその上で ミステリーに詳しい者にとっては2倍、3倍に楽しめること受け合いの改作だと評している。2011年1月大人アニメアワード2011世界を救うヒロイン部門特別賞を受賞した。この記事は以下のカテゴリーでも参照できます。探偵オペラミルキーホームズサマースペシャルに関するカテゴリー 探偵オペラミルキーホームズ第二幕に関するカテゴリー。二人はミルキーホームズに関するカテゴリー。ミルキー情報局に関するカテゴリー。探偵歌劇ミルキーホームズ TD に関するカテゴリー。劇場版探偵オペラミルキーホームズ逆襲のミルキーホームズに関するカテゴリー。探偵オペラミルキーホームズファンファンパーリーナイト。ケント・ジャネットの贈り物に関するカテゴリー。 判定オペラミルキーホームズアルセーヌ華麗なる欲望に関するカテゴリー。ありがとうございます。